明けましておめでとうございます。トムチャンネルへどうもーです。いやー、皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。もうね、2020年なんですよ。ちょっと前までね、オリンピック開催もまだまだ好きやんですね。思ってたんですけども。早いですね。本当にスポーツ興味ないからオリンピックは。まあそうですね、運動不足の私なんで、全く興味ないんですけど。あ、みんなでヒカキンでも見ましょう。そうだね、それでみんなでブンブン行きましょう。そんなことはさておきですね。2020年の干支が、ネズミらしいんですよ。まあだから、タワさんのチャンネルの方で、上がってるとは思うんですけども、ネズミの背景を作りまして、後ろに映ってますね、これ。後ろね、後ろ。ネズミはネズミでもね、私にできる。嫌な香りが、漂ってますね。もしも、二人のチャンネルがね、いつの間にか消えてたなんてことがあったら、まあ、しろと。そういうことです。怖いですね。いつ怒られても知りませんよ。あなたのチャンネル全然できる有名な人にはいじりすぎなんですよ。大丈夫だよ。私にあなたがついてる。このね、危ない背景あるじゃないですか。実はですね、私たちのね、正面にも、同じようなのがありまして。ありますね。私たち、早送り建築をやる前に、一度試作品を作ってから本番やるんです。一番時間かかりますね。必然的にね、その、作った試作品を、真似して本番作るわけですよ。目の前に広がってる中毒性みたいなんですが、試作品っていうわけだ。まあそうですね。ちょっとさ、研究所じゃないか、このネズミなんで危ないの？出てきちゃってるんじゃないの？マジですよ、マジで。あれですよ。そろそろね、なずみさんもお年ですから。それより、僕は、右上の方が気になるんですけど。なんであなたの顔なの？え？しかもなんでさ、髪染めてるの？え？ほんでさ、なんで消えかかってるの？え？え？あ、そんなことはどうでもいいんですよ、マジで。2020年去年、ね、いっぱい動画上げたわけ。40本ぐらい。まあ、C1ペースって感じですね。そうだね、コマンド教室から、最初のね、動画が始まりまして。最初に悪いですね。次が、チンちゃんに勝利したユニコーン。あれ今年なんですね。メシちゃんのクソ時代ですね。そう。あ、やべ。どれ？で、その次が、グリッターリアのテストキンですね。あれ僕、次勝ったはずなんですけど。で、あれですよ。伝説のカニ一匹のそれを。カニかー元気いいね。だろ。で、3月末で、チャンネル1年動画ですよ。わざわざ1まで来てるからね。確かあれ、すんごい大量で撮ったはずだ。そう。確か、君がバッテリー交換してる学校なんか抱きかかるよね。こう。いや、まさか毎回再現するが来るとは。で、早送り建築のバート1でーす。すべての始まりでーす。そこまでしちゃった。なんでさ、あんなクソ企画ここまで続いちゃってるし。シューティング初めてだからね、ここら辺に。あれ、音声高くしてやったよ、大好き。目が甘い。反応できるんだよ。許してリンゴあげるから。やば。で、あれですよ。3人 P が完結と。このチャンネル唯一の完結シリーズーイェーイ説明付き復習なんで。何言ってんすかあんた。あとあれですね。著作権対抗。あ、お前やつよだから僕には君がついてる。もう聞こうな。ほんでですね、私の誕生日。おめでとうございまーす。私のプレゼントのまあセンスが出しちゃったりね。本当に神上手に見えない。え素焼きアモンとかまだ家にあるのえまあ、使用料じゃないしね。えおい、笑っちゃダメだろ、この向きは一番。撮影日がね、撮影日だからね、もう何の動画撮ってるかわかんない。いいじゃん。なんで新年なのに去年の振り返りしてんすか新年ですよ。新しいの。あれですよ。Windows 7のサポートがね、終わっちゃうんですよ。今月の14日かなえんあ、そっか。上がってんの正月か。おい、撮影日バレるだろ。あと、あれですね。ユニバにね、Nintendo エリアができるらしいです。行くのまあ、行かないんだけども。行かないかい。もともとね、テーマパークが好きなんですよ。なるほど。で、絶叫無理だから、あんまり行かないんだけど。いや、だから行かないんかい。ジョーズとかさ、女神らしいのが好きなんですよ。いや、夢の国のネズミが入っていいかな。やばい、消され。5G。通信速度あれですよ。10ギガ PPS ですよ。いや、どんぐらい速いのますよ。ねえ、皆さん。なんで聞いてますああ、あれですね。あとは、西川平さんの74歳だった。なんでなんで Windows 7 が、個人的に西川平さんなんですいや、なんかほら。有名人だから。いや、有名人かもしれないけどさ。いや、おめでたいやんか。いや、だってさ、2020年で比較的注目されてるような話だったんだけど。その流れに近い大変不明です。ああ、わかった、悪かった。悪役にしようって言うのやめてください。あとは、こんぐらいですかね。これで終わりこんだけ嘘でしょ？じゃあ逆にさ、これ以上喋ることなんかある？ないですね。はい、ということでね、私の気分でね、更新していくチャンネルでございますけどね、はい。よければ、ぜひぜひチャンネル登録、高評価していってくださいと。はい。多分ね、今年もね、去年と同じ感じでダラダラね、やっていくと思いますけども、これからも仲良くしていただければなということで、タワさんのね、チャンネルもね、僕より一回ちゃんとした動画出してるので、チャンネル登録ね、してあげてくださいということでね、よろしくねただね、皆さん、ちょっと、はい、ウィークランナーっていつ出しますか？はい、それでは皆さん、また会いましょう。